なんだかすっごいところでしょ。これから絵を描くからね。面白い場所や変な場所を見つけると私の創作意欲の虫がうずき、絵を描いて部屋に貼ったり、ビデオレターと一緒に日本に送ったりしています。ここはなんか変な雰囲気あるからイメージ膨らんで面白い絵が描けそうだな。あれ、そうか、私昨日着いたばっかりだったんだ。なんかずいぶん島で暮らしてるみたい。よし、今日から頑張るぞ。見知らぬ国で初めて書いたあなたへの気持ち、また手紙書きます。あなたも私に手紙ちょうだい。必ず返事書くから。じゃあね、あなたのミレイ。一言で暑かれた暑かったし疲れたし、暑かれたです。あーもう下手くそでした、すいませんってことね、あんまり感情はこもってなかったですよね照れちゃうからめちゃくちゃなんていうの、かゆいもあって、くすぐったいのもあって、虫が近寄ってくるのもあって、かゆくすぐったい近寄ってくるみたいな。